こんにちは、エルバスファームです。今日は久しぶりの入荷情報をお届けいたします。イベントを挟み仕入れスケジュールが狂っておりましたが、今月からまた定期的に仕入れを行っていきたいと思っています。イベント後一発目の仕入れはこちらのジャガーノートハイブリッドになります。ジャガーノートハイブリッドは同じジャガーノートハイブリッドの中でもいろいろなタイプがあり、コレクション性が高く個人的にもかなり気に入っている株です。そして今回台湾ナーセリーからそのハイブリッドが多く揃ったとの連絡を受け、早速仕入れました。今まではナーセリー所有の親株から採取した5株を仕入れておりましたが、今回は未小株をまとめて買っております。未小なので当然それぞれ個性があり、唯一無二の個体ばかりです。例えばこれなんかはとても肉厚のムチムチなタイプの子です。こちらはどちらかというとロゼット状の綺麗な形をした個体です。最近はネームがついた株が多く出回り、個人的にちょっとお腹いっぱいになっていました。やはり自分が好きな株を選んで育てるというのが一番だななんてことを考えているタイミングでしたので、今回のジャガーノートハイブリッド未小との出会いは運命的なものを感じております。なので今回は僕も個人分としてある程度残し、皆様と一緒に育てていきたいなと思っております。この動画をご覧いただき、これがいい、あれがいいなんてお話をしながら一緒に選び、今後どんな感じに育っているかなんて成長の様子を皆様と共有できたらいいなと思っております。では前置きが長くなりましたが、今回の内容はジャガーノートハイブリッドの特徴や魅力、それぞれの株紹介になります。今回もこの動画をご覧いただき、ご興味を持っていただいた方には、この後詳細な写真とサイズや価格の載ったカタログをお渡ししますので、概要欄のお問い合わせからお気軽にご連絡ください。一般販売はカタログ配布後になります。では今回も見ていきましょう。今回入荷した株は、肉厚な葉と丸みのある樹形が特徴のジャガーノートと、いかついトゲが魅力の FO76 のハイブリッド個体になります。純血のジャガーノートらしさも残しつつ、 FO76 の個性が混じり合った独特な樹形の個体が多く、個人的にとてもお気に入りの株の一つです。加えて特に今回の株は全て未小株なので、それぞれ個体差があり、同じ株は一つとしてありません。トップスパインが長いもの、うねっているもの、挙手が長いもの、短いもの、うねりのあるもの、葉がシャープなもの、短いもの、肉厚なもの、色が薄いもの、濃いものなどなど、純血に近いタイプのものから FO 寄りの個体など、さまざまなタイプがありますので、ぜひお好みの株をお選びいただき、世界に一つだけのあなたのジャガーノートハイブリッドを育てていただければと思います。未小なので親株というものはありませんが、一例としてどんな感じに育つのか、ナーセリー所有の大株を撮影した動画をお借りしたので、ちょっと一緒に見てみましょう。ご覧の通り、それぞれ個性があり、表情が違うかと思います。ちなみにこちらの株は僕が以前から管理しているジャガーノートハイブリッドになります。これもまた先ほどの大株とは全然違う形をしていると思います。
このような感じでお選びいただいた株がどのように育つのかを楽しみながら育てていただけるかと思います。選ぶ楽しさ、育てる楽しさを知っていただきたいので、ビギナーの方にもおすすめですし、またネーム株などではなく自分自身が選んだ固有の株を育てていきたいというクロートの方にもおすすめです。ちなみにこのジャガーノートハイブリッドは秋月の名前でも流通しているようですが、当店ではそれぞれ個性があるのでひとまとめにして特定の名前は付けないつもりです。むしろそれぞれが唯一無二の株ですので、ご自身が選んだ株に管理番号や名前を付けて楽しんでいただければいいかななんて思っています。では一つ一つの株をご紹介していきます。今回は結構数が多いので一気に流れでご紹介させていただきます。詳細が見たいという方はカタログをお送りしますし、また個別で動画をお送りすることも可能ですので、希望のナンバーを言っていただければお送りいたします。それでは見ていきます。まずはナンバー1からです。ナンバー1はとても形の整った可愛い個体です。挙手も比較的いかつく肉厚でムチッとした株だと思います。続いてナンバー2、ナンバー2も肉厚で挙手も比較的いかつい個体かなと思います。細かな挙手がびっしりとついています。続いてナンバー3、ナンバー3はかなりコンパクトで可愛い株です。ただジャガーノートらしい丸みのある葉をしています。正面から見た形も綺麗です。続いてナンバー4になります。ナンバー4も比較的コンパクトな株です。こちらもジャガーノートらしい丸っとした葉が特徴的です。挙手も細かいのがたくさんついています。続いてナンバー5、ナンバー5はかなり挙手がうねっていて特徴的なトゲを持っています。こちらもコンパクトですがかなり肉厚でムチッとした株です。成長した時の姿が楽しみです。続いてナンバー6になります。ナンバー6は挙手が大きくトップスパインも長めです。先ほどの株と比べると挙手のつき方が全然違います。これもこれで今後の成長が楽しみです。続いてナンバー7になります。ナンバー7も先ほどのナンバー6に近い形をしているかなと思います。サイズもコンパクトで形のバランスも綺麗だなと思います。続いてナンバー8になります。こちらは比較的大きめで挙手が細かく、しかもうねりがあり面白い個体です。
続いてナンバー9です。ナンバー9は1枚の葉がかなり大きく本当にハートのような形をしています。ずっしりとしていて肉厚な感じもします。トップスパインも長めで挙手もいかついです。まるっとした形が可愛い個体かと思います。続いてナンバー10です。ナンバー10はかなりコンパクトですが、これも挙手がうねりがあり面白い個体かと思います。トップスパインがかげろうのような感じです。ここも面白いです。続いてナンバー11。ナンバー11はすっきりとした感じの株です。逆にこういった方がジャガーノートらしいと言えるかなと思います。練習の具合もジャガーノートらしさが出ているかなと思います。キーとしていてシンプルでとても綺麗な個体です。続いてナンバー12です。12番もコンパクトで可愛い個体です。個人的にはこのクエンサイタンが最近好きです。小さいですがしっかりとした丸みのある葉、そして挙手もしっかりといかつさが出ています。続いて13番も結構大きい株です。このトップスパインも面白いうねりのある形をしています。樹形はとてもスッキリとしていて綺麗な個体かと思います。続いて14番もとても綺麗な形をしている個体です。この子もトップスパインに特徴があって面白いです。続いて15番。これもとても綺麗な形をしています。ある程度完成された形をしているので、もう少し大きくさせたらこのくらいの形でこのくらいのサイズで楽しむのもありかなと思います。続いて16番。こちらは比較的コンパクトな株です。そして
17番。これもところどころ練習の具合が出ていて、ジャガーの音らしさがあるかなと思う株です。そして18番。18番は打って変わって挙手がとてもいかつい個体です。続いて19番。この子も形がとても綺麗な子です。続いて20番。これも1枚の皮がとても大きく、ジャガーの音っぽい形をしています。トゲの感じはとてもスッキリとしています。続いて21番。21番は結構スッキリとした形をしています。グリーンの発色がよくとても綺麗な個体です。これはこれでどんな感じに成長していくのか楽しみな株です。続いて22番になります。これはとてもコンパクトで可愛い株です。小さいながらジャガーの音らしさが出ている株かなと思います。続いて23番。これも小さいですが、かなりトップスパインがいかつい個体です。ムチッと詰まっていて育っていくのが楽しそうです。最後が今回入ってきた中で一番大きい株になります。この株で12センチぐらいあると思います。以上が今回販売予定の株になります。今回は今週入荷したばかりのジャガーノートハイブリッド未消株をご紹介しました。冒頭でもお伝えしましたが、この動画をご覧いただきご興味を持っていただいた方には、この後詳細な写真とサイズや価格の載ったカタログをお渡ししますので、概要欄のお問い合わせからお気軽にご連絡ください。一般販売はその後になります。僕と一緒に唯一無二のジャガーノートハイブリッドを育て、情報交換ができたら嬉しいです。どの株がいいかななんて株選びのお話もぜひ一緒にできればと思います。では今回はこれで以上になります。この動画が面白かったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。